さてまず受験資格なんですけど来年から大きく変わりますそれは学歴が撤廃されるんですよっていうのも去年までは高卒でなければいけなくてなおかつドラッグストアで何年か働いた経験がなければ受験資格がなかったんですで、それ以上の薬学部卒業とかそういうところでかなり受験資格が厳しかったでも今年から高卒じゃなくても構いませんしドラッグストアで働いた経験が全くなくても構いません ただしちょっとそこは条件がついていてえっと今年27年度の試験までは27年の8月1日までの過去5年間で実務経験ドラッグストア等での実務経験が1年で来年28年度以降の試験からは過去5年で実務経験2年 これれがなななないいいといきなり管理者にはなれないんですさっきお話ししましたけどドラッグストアの管理者になれるって言いましたけど実務経験がない人はいきなり管理者にはなれませんなおかつ名札にこうやって登録販売者研修中この名札に登録販売者過去研修中みたいな感じのことを書かなければいけない,っていでもそれは就職した後の話ですからねまあいいんじゃないですか受けることは受けられるんですよ皆さんそれが 来年から以降、受験者数が、まあ今年以降ですよね。受験者数が急増していくというふうなことが予想されている理由です。よろしいですか。なので、えー、ととても皆さんにとって、身近になって、要するになんか受けられる対象の人の分母がかなり増えた。ということが考えられます。